はい、皆様こんにちは。ちょっと休んじゃったんですけど、今日は、10月19日で、今18日まで書いたから19日の伴奏さんをやりたいと思います。今日のタングル伴奏は全タングルの公式のタングルなんで、ご存知の方も多いと思うんですけども、なんか忙しい時間にすいませんって感じですけど、こういうものがあって、それにこう自由に生えていく感じ、生え方は自由、基本的にはなんかこういうお月様みたいなのが重なっていくみたいな、そんなイメージですね。なのですが、私これをこの上にどうやって書こうかなと思ったんですが、そう、今日はロックペーパーに普通のおしゃべりタングルタイムにしようと思います。そう、さっきのあれから言うと、こんな大きいのでもいいのかなということにして、あら、こんにちは。こんばんは。どうしたんですか？ん？どうしたの？いや、何してんの？今ライブ始めたとこです、ちょうど。おー、暇なの？いや、ゲーム終わった。面白かった？スプラトゥーン。そう、スプラトゥーンを買ってね、今日ね。うん、ちょっと声変わりしてんだよね。声変わりの俺の声聞かせてあげたら。めっちゃ低くなっちゃう。そんなに低くないでしょ。めっちゃ低くなっちゃう。めっちゃ低くなっちゃう。そう。はい。はい。はよ。終わり？いや。何してんの？さっき一枚そこに書いたのめっちゃ綺麗なの出来上がってるから。マジで？どれか分かんないけど、すごい綺麗だね。そう、さっきあのタングル、違う、なんだっけ、タングルロックスタープロジェクトのチュートリアル3を撮影してて、すいません、ここにはないんですけど、ここには、あ、そう、ご購入した方だけのやつも作んなきゃと思って作ってました。なんだこれは、だから伴奏なの一応。でもこれ今の季節ぴったりのあれじゃない、あの蜘蛛の巣みたいじゃない。今日は暑くて、東京30度ぐらいあったんですよね。びっくりじゃないですか、10月ですよみたいな。なんか運動会のところも多分あったんではないでしょうかね。こんな感じで大丈夫ですか。あったはず。で、今日お買い物行ってきましたけど、暑くて今なんとクーラーつけてる。この前暖房つけてたのにみたいな。もうエアコン的にもどっちみたいになってますよね、きっとね。伴奏、一応伴奏で、ここ本当はね、あ、ドラマタングルなんですけど、ピカピカって塗りたいんだけど、いや、息子くんの服を買いに、なんかもう去年のズボン全部ツンツルテンで、全てツンツルテンで履くものがないことにが分かって、冬短パンしかないみたいな。短パン履いて今日買い物に行きましたけど、で、あの GU のお兄さんを捕まえて、すいません、あの中学生男子なんですけどみたいな。あ、蜘蛛の巣に見えますよね。そう、中学生男子なんですけど、何を履けばいいんですかみたいな相談をしました。で、こっちに履いたらどうかなって思ったんだけど、わかんないです。私も何も考えずにやってるから、ごめんなさいね。伴奏ってなんとなくどういうやつなのかしらみたいな感じで、難しくないですか。なんかアイスクリームみたいにもなったりして。三河さん、三河さタングルさん、こんばんは。こんばんは。すいません、お変な時間にごめんなさい。みんなご飯作ったりいろいろしてる時間だよね、きっとみたいな。
バンズを書いてますけど、あのアレンジで。中学生男子の服がわからなすぎて私、難しい。お年頃なんかもうウエストとかすごい細いから、男性用のズボンはゆるゆるだし、子供用のやつはツンツルテンだしみたいな感じで、なんかもうベルト買って締めるしかないですねみたいな感じだったんだけど、キララシャニーさん、中1くらいって子供服だとダメだし、そうそう、今同じこと言ってたね。そうなの、すごい大変と思って。で結局ね、レディースのパンツとメンズのなんかのウエスト調整できるみたいなやつにしました。でなんか今何、ジャージみたいなの流行ってるの、なんか流行ってるのね、流行ってるらしくて、ジャージって言うとすごい怒られたんだけど、スウェットパンツって言うんだって。スウェットパンツが流行ってて、でそれこの前これかっこいいって言うから買ってあげたんだけど、なんかあれってなんか部屋着でしょみたいな、私もうおばさんだよねあんな部屋着で外に出かけないのとか言ってさ、言ってたら、あれは流行ってるんだって今日店員さんに確認しちゃった。おしゃれショップの店員さんに、すいませんとか言ってこの前ジャージ買ったんですけど、スウェットパンツって言うんですかみたいな、こういうの流行ってんですかって言ったら、あ、今流行ってるんですよって言われて、じゃあこれで外出ても大丈夫なんですかって言ったら、大丈夫なんですよって言ってました。昔穴の開いたジーパンを縫われたとかね、いろいろなんかそういう事件ありました。事件っていうかそういう話聞いてたけど、まさにそれですね。私もファッション迷子です。ファッション誌を買おうかな。息子公園っていうブランドの S サイズのパンツ履いてました。公園ね、公園ってこれどこ、そうなんですね。この前ギャップかなんかで買ったそのパンツは結構良かった、スウェットパンツね。でもギャップって書いてあるの、それ大丈夫かしらみたいな。でも可愛いんだよね、可愛いと結構お似合いなんだけど、なんか部屋着みたいじゃないとか、まさに部屋着にしてて、そのまま寝たりとかしてて、そのまま出かけたりして、 もはやそれだけでいいんじゃないのみたいな扱いなんですけど、それでダンスに行って踊ったりとか、ね、全部それ一本です。で今度なんか私服で遠足みたいなのに行くらしくて、そういうのって中学生重要じゃない？私的には重要だと思ってるんだけどなんかあんまりね、変な私も部屋着で来たの？とか言われたらかわいそうだなと思ったんだけど、ね、今流行ってるのね、知らなかった、お母さん知らなかった難しい若者の流行り。こんな感じでこれで合ってるのか分かんないけど、バンゾーちゃん、なんか中学生ぐらいの服って親は絶対分かんないですよね、理解されない。私もそれで喧嘩した覚えとかあるもの昔。なんかフェイクファーの上着みたいなのが流行って、小ギャルたちが着てたの世代、年齢バレちゃう。でそれが欲しいって言ったら、こんななんかこんなのケバいのダメだって怒られて泣いた覚えがあります。で全然あれいつだった、中学校じゃないかもしれない、忘れちゃった、高校だったかもしれない。サンタロウさん、男の子のファッションわからないです、美容院のお兄さんに相談したことがある。あ、美容院のお兄さんに相談すればいいのか、でもお兄さんじゃないんだよね、結構年上なんだよな息子の美容師さん。あ、でもなんかな、そういうおしゃれグループとかを推してる方たちはファッション分かってるかもしれない、私より全然。推しがなんか韓国とかのおしゃれなグループとかだったりする人は分かるでしょきっと。さっぱり分かんないんです私。シクシク
大福さん、今また平成メイクとか言って細眉とかは雑誌で見ますよね。だって、雑誌なんて見てない私。見なきゃいけないのにファッション系の仕事なのに若い人の雑誌見てない、すいません。そうなんですか、細い眉毛。え、また細くなっちゃうの。もうせっかく一生懸命生やしたのにって違うかキララシャイニーさん、誰か中学生男子のファッションブランド作ってくれないかなっていつも思っていた。なるほど、ちょっと難しい年頃ですよね。なんかあんまりなんつうか高級すぎるのもね、すぐ大きくなっちゃうし、なんかもうそのショップのお兄さんにもどうせもう何年、あの来年は着れないですよとか言われて、ですよねみたいな、じゃあ一回安いのでこれでいっかみたいな。そして私サイズアウトして私が履けるぞみたいな感じ。そうだから、ちょうど私のジーパンがちょうどいいかなと思って、これお母さんのジーパン一応ブランドものだから履いてみるとか言って履いたら、もうまずウエストがブカブカで、丈足りないみたいな屈辱屈辱でした。そうなんです、全然ダメでした。息子の方が足が長いし背も高い、ね、しょうがないですね。こんなダサいの履けないよとか言われてショック、そんなみたいな、ね、いやでも冬服ね、本当夏になるときはなんかまあ短パンだから、まあ、ちょっと短くてもね変じゃないけど、冬になるときいつもね1年前の服出すとびっくりするんですよ。 何この小人ちゃんの服みたいなちっちゃみたいな。キラネシャイニーさん、今の子膝から下が長いですよね。だってそうなんです、なんか全部長い気がする、手とか足とか全てね。ハロウィンってやるんですか皆さん。私毎年言ってるかもしれないけど、だいぶね、だいぶ慣れてきたけど、ハロウィンに馴染みがなさすぎて、何それみたいな、なんか全然ハロウィン通ってこなかったんで、皆さんなかったですよね、ちっちゃい時ね。だからあんまりどう楽しむのかが分からなくて、子供がお菓子もらいに行くみたいな近所のイベントみたいなのあったりして、それに行くとハロウィンね、あ、こうやってやるのねみたいな感じですけど、あんまり三笠さん、電車でつい一人笑ってしまい周りから見られている、ダメで笑っちゃうとか言って、私の足が短い話ですか、失礼じゃないですかとか言って、ね、そう、写真とか撮ると顔もちっちゃくて息子の方が嫌になっちゃうわって感じ。いいんですけど、ハロウィンね、ハロウィンの楽しみが分かんなかったんで、なんかあんまりハロウィンなんて私どうやってやるのかしらみたいな感じだったんですけど、結構ね最近慣れてきましたね、だいぶね慣れてきたって、別に仮装するわけじゃないんですけど、とにかくハロウィンっぽいのモチーフとかはあんまり馴染みがないけど、クモの巣みたいになっちゃったって話ね。クモの巣みたいになっちゃった。と、大福さん、一人暮らしだけどクモの巣とか飾ってます。あ、素敵、素敵です。そういうの大事ですね。え、もうすでに、え、クリスマスツリーとかも飾るんですか。私クリスマスはちっちゃい時からやっていて大好きだから飾るんですけど、ハロウィーンはよく分かんなかったんですよね。最近ね、だいぶね様子が分かってきたんですけどね。クリスマスはね本当にワクワクしましたよね。ワクワクでした。大好き、今も好き、今でも好き。なんかあの色合いとか、あのなんか雰囲気全部好き。でも終わるとすぐ正月が来ちゃうんだけど、正月はあんまり好きじゃないそういうこと言っちゃいけない。正月ってなんか静かな感じがして、あ、でも大晦日は結構好きかな、ね、あの正月に朝寝坊できるのはいいですよね。夜中まで起きてて
こんにちは、こんにちは。あ、ようこさん、こんにちは。大好きです。三河さん、玄関がいつもシーズンコーナーで、シエ先生のクリスマスゴージャス、そう、全然ゴージャスじゃないです、私の、なんて、あ、そんなこと言っちゃいけないけど。クリスマスツリーは出しますけどね。もう全然、皆さんが思ってるようなあれじゃないです。とか言っちゃって。全然です。カオンさん、こんにちは、こんにちは。もうずっと同じのばっかり。こくられた、ようこさん。そうそう。大好きです。よいしょ。ようこさんもハロウィンとかちゃんとなんか、素敵にやってそうな気がする。ようこなかじーまーさんね。ようこなかじーまー。でもこの前、去年、一昨年かな、なんかの子供会、自治会の子供会のなんか役員になっちゃって、なっちゃっていいとかしいけど、ならさせていただいて、なんか子供たちがお菓子もらうやつのイベントをやるっていう時は、やっぱお子様にね、楽しんでもらいたいから張り切って、お庭にハロウィンのなんかやりました。よく先生、私もし先生が大好きです。無理やり言わせたみたいになっちゃって。すいません。そうなんです。やりました。ね、あれもね、もうお子様たちが楽しんでいただければ、もうそれでいいんですけど。はい。私、このなんかこう、ピカーって残すやつ、すごい苦手なんだけど、やってみた。苦手なんだけど、ちょっと、成長したくてやってみた。難しい。これカスカスのペンでやった方がいいですね。今このペンが元気すぎてちょっとうまくできないな。こういう時のためにね、出なくなったペン大事にした方がいいですよね。ロイズさん、こんばんは。今日も先生のお話聞けて嬉しい。だって、あら、そんな大した話しなくてすいません。すいません。カスカスのペンの話、これも結構出るな。おかしいな。クモの巣じゃなくしたかったんだけど、まあ、クモの巣でもいいんですけどね。何回ももうしつこいですよ。私同じことずっと言ってる。もうやだやだ。シェーディングをやりますか。インクとオーバータングルス、皆さん毎日書いてますね。私も書いたり、あ、一応今のところ全部やってるわ。やってるけど、なかなか毎日やるのって大変よね。まあ、負担ないようにね、やった方がいいですけどね。あ、もう仕事みたいになっちゃうと大変だから。つくじんぽくさん、ピカってするのうまくできたっていう人、そうでない日があるのはなぜかしらと思います。あ、ねえ、ピカってするの難しくない？あれ、ペンの様子じゃないかしら。ペンが、なんか私今思ったんですけど、ペンがあんまり元気いっぱいでインクがいっぱい出ると、まあ、なんかペンの蓋と中身が違う。PN って書いてあるのに、なんかブルー01。はい。元気じゃない方が出る、なんて、うまくできる気がする。でも元気じゃない、ブルーがない。元気なの。あ、このなんかこれ使ったらどうかしら。これ、このすごい元気ない01。元気ないじゃない。元気だけど薄いやつ。難しい。難しいですね。まあいいや。ここサイドをこうやってやっちゃって。あとでね、白茶粉足せばいいんだけど、やっぱりこうやってペンで先にやってた方がいいのかしらね。沢さん、皆さん使ってるペンとかって何に入れてますか。だって私のね、これに入ってます。すごいびっくり。汚い。一応これがピグマペン入れだけど、全然ピグマじゃないものが入ってた。恥ずかしい。
で一応やだちょっともう本当さダメな人だってバレちゃう。一応これがホワイト&ゴールドシルバーって書いてあるけど、ホワイトゴールドが入ってる。ピカチュウに入ってる。で、これなんかハワイで買ったパイナップルがついたやつに水彩色鉛筆がついてる。お、キララシャニーさん、ルナトトさんにもらったペンケースに一軍のペンは入れてる。ちかこさん、こんばんは。ペンは元気なのとそうでないのに使い分けるほどです。ん、使い分け、なるほどですね。うんうんうん。ようこさん、ニトリの小物入れにまとめて入れてる。へえ、みんな見せてとか言ってない。見せてくれたらいいのに。そっか、なんか結局私いろいろなんかおしゃれなやつに入れようとか思ったんだけど、結局もうなんかガサッと入ってるやつが私は良いことが分かって、何でもかんでもタイルももうバサッて入ってます。お、カオンさん、入れ物っていうより中は別にするのに悩ましい。うん、なるほど。つくしんぼくさん、私東京ミルクチーズ工場のクッキーが入っていた缶が引き出し式で愛用してる。あ、なんか分かる気がする。缶じゃない、箱だよね、あれ。美味しいよね。美味しい。サワさん、皆さんありがとうございます、参考になります、見たいですね、だってね、見たい。ダイソーの、ロイスさん、ロイズさんなのかな、ダイソーのものに入れているのですが、たくさんなって溢れていますね。溢れちゃうね。そうなんです、溢れちゃうんですよ。だからちょっとこの結局白茶粉を入れる。私おいしいの、つくしんぼくさんね、おいしいですよね。なんかあの甘いのと甘くないのとあってね、みんなも買ってみて。かわいいし、しかもあのケース、そっか、あれ使ってんのか、引き出し式だ、確かに。でも高級だからそんなに簡単には買えないんだけど、まあ、誰かにもらって、誰がくれないかしらとか言った。あまり言うと本当にさ、あのおねだり野郎になっちゃうかしら。大丈夫、自分で買えます。あちこち売ってる。アンディさん、100均のペットボトルカバーをペン入れにしてる。へえ、なるほどね。なんかのあれだよね、ちょっと厚手のやつだよね、きっとね。みんないろいろアイディアありますね。私のはほんとね、カンカンに入ってて、入ってます、溢れてる。で、色鉛筆、あれだな、なんだっけ、このチャコ、カラーチャコとかはこういう、こうやってこういう瓶に入ってる、瓶に入ってる。で、殺筆村はここでぐったりしてる。ここちょっと汚い。殺筆村はちょっと殺筆ひどい。ちょっと本当に C 先生汚いとか言われちゃう。あとはよく使うペンはなんか、あ、これ違った。なんかこう、なんだろう、これなんかのプリンが入ってたやつに、こうなんかもうすごい雑なんです、雑に入ってますけど、でも気が向いた時にいろいろ仕分けして、仕分けすると気持ちが落ち着くので、そのために普段ぐちゃぐちゃにしてるだけで、本当は綺麗にした方がいいんですけど、片付ける時のためにぐちゃぐちゃにしてるんです。つくしんぼくさん、ゼンタングルで使うペンで立てて保存しても大丈夫なのかしらんと思うのですが、あ、そうですね、そうだった、横の方がいいですよ皆さん、忘れてた。そうだから私こうなってんので、色鉛筆とかだけは立ってんだけど、もうちょっと私の汚い机をお見せしちゃう、お見せしちゃうの、これひどいですけど、こんなこんな見せていいのか、こんなちょっと、ね、カンカン、まあ、蓋閉めればねそんなに変じゃないですよ。蓋どこ行っちゃったんだろう。あ、蓋あった。蓋を探ってこうね、する。もう長らく蓋閉めてませんけど、そうそう、いいこと言いますね。ペンね、特に白ペンとゴールドペンは
立てない方がいいですね。立ててもいいかもしれないんですけど、いつも使ってる人はいいかもしれないけど、たまにしか使わない子たちはあれですね、もしかするとちょっと寝かしといた方がいいかもしれない。プツプツ、ピカチュウの可愛い可愛いですか。あ、まあ大変すぐ横にしましたあ、ペンは立てちゃいけないと聞いて横にしてるカオンさん、そうですね、それって私が言うべきですかね、すいませんでした。そう、でもまあそんなに立てて急にダメになるってことはないです、ないと思うんですけど、たまにゴールドとかはちょっと分離しやすかったりする、あとドボドボ出てきちゃったりとかっていうハプニングが稀に起こるので、うん、横の方がいいかなです。あと今ここにいないけど、隣にもう一個机が並んでて、ちょっともうお見せできないんだけど、パソコン机があって、そこの引き出しの中にいろいろ引き用具他にも入ってますが、あとこのカラーペンね、カラーペンもカラーペン入れっていうのがあるんだけど、ちょっとどこに行っちゃったの、あるんだけど、今私こうよく使うやつはここに今よく使うやつをここに置いてある。この置き方でいいのかって感じですけど、こうやって置いてあって、ここからちょっと待ってここから選んで使うの大丈夫かな、私ブランディングが、どうしよう、もう本当に、ね、まあでもね、いいんですよ、楽しく書いてるから大丈夫、どういう大丈夫か分かんないですけど、はい、幻滅しないでね、みんな私のこと嫌いにならないでね。というわけで、はい、でもねあんまり綺麗に片付けすぎちゃって、ちょっと書かなくなっちゃうよね、忘れちゃう、そういうことないですか。ほら、だって見えないと忘れちゃうでしょ。ゼンタングルなぎささん、ペンを立てちゃいけないの、だって私立ててます。あ、だ全然全然ダメってことないんですけど、そんなシー先生が好きです。シー先生と同じでよかった、嫌いにならない、そんな何にでも見せてくださるシー先生が好きキャッツさん、つくしんぼくさん、そうですね、本当はね綺麗なんですけど、とか嘘ばっか。あ、ペンを立てちゃいけない理由ね、ちょっと渚さん、ペンはできるだけ特に白とゴールド横にした方がいいよ、なんか溢れたりインクが、あと分離したり、分離、ごめんね、ちょっとね確か耳が聞こえなかったんですいません。でもよく使ってんなら大丈夫だと思う、よく使う人は問題ない。なんかずっとね、何年も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 立ててままだとかだとちょっとおかしくなっちゃったりするかもしれないけど、まあ大丈夫じゃないですかね、よく使ってたり、 よく使ってくるくる回してたら、まあ、文字書いてくださってる、ありがとう、だってどういたしまして、こんな感じで、なんかちょっと雑ですけど、お花みたいな感じですね、すいませんね、なんかあんまりいけてないけど、いけてるんだかいけてないんだか、ブツ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 。45度ぐらいの斜めの保管はどうなんでしょう。わかんない、どうなんだろう、どうなんだろうとか言って、大丈夫ですよ、いっぱい書いてください。ずっと置きっぱなしとかだとなんかインク漏れちゃったとかね、なるのかな、分離しちゃった、でも頻繁ににぎにぎして温めたりとか言ってね、使ってあげてたら大丈夫です。そんな悲劇はたまにしか起こらないので、ね、ただ一応桜さんに一応聞いてみたら、横にした方がまあいいかなと言ってましたけど、大丈夫ですよ、そのね、はい、そんな感じです、繰り返しになっちゃうから。
チャコタングルさん、いっぱい書きますね、いっぱい書けば大丈夫、多分綺麗だって。え、嘘、ミカオスさん優しい。なんかちょっとあれじゃない、ちょっとこのやっぱハイライトがねうまくいかなくてさって感じですけど、ちょっと難しい。はい、じゃあこんな感じでピカッとやって、あとは周りゴールドで塗ればなんとなく素敵な感じになるはず。ちょっとごめんなさい、なんかあんまりバンゾーちゃんいけてないけど、ちょっとまだ乾いてないからシューティングできない。プロジェクト楽しみ、いつも本当に素敵。え、優しい、みんななんか光がいまいち、うんね、ちょっとおネームジャックル見せて、じゃあおしまいしょ、うん、よしよし、ジャックル今日ねこれ書いたのよ、どう思う、いまいちな感じですか、うん、悪くないでしょ、悪くないね、悪くないって匂ってみて、臭い、うん、どんな匂いなの。はい、ジャックルさん、はい、はい、綺麗綺麗ってね、ちょっともうちょっとシェーディング足そうかなと思いますけど、なんかあんまりだったけど、まあいいか、あんまりそういうことじゃない、自分を褒めてあげよう。これはこれで可愛いタイル、はい、インクトーバータングルス楽しんでください。はい、ではまたね、バイバイ、ジャックルバイバイして。